仮説、思想は常に言葉よりも先にある。ならばこの喜びを定義できる言葉はない。お会いできて光栄です、アスターさん。ああ、彼が通るかもしれない場所は全てチェックした。アスター所長に報告を忘れるな。ベース部分以外の問題の後で処理するとして。ああ、貴様か。すまない、こんなところを見せてしまって。緊急の要請があってな。貴様が来る前に処理を終わらせるつもりだったんだが。この話はやめよう。ほら、これをやる。朝に作ってずっと保温しておいたんだ。ああ、嫌でなければ受け取ってくれ。何を送ろうか悩んでいたんだが、やっぱり自分の得意なものが一番だと思って。お嬢様はこれが好きなんだ。貴様にも気に入ってもらえたら嬉しい。周囲が騒がしくてすまない。ここはプレゼントを贈るのにふさわしい場ではなかったな。本当ならもっと静かな場所で貴様の感想を聞きたかったんだが。お嬢様がおっしゃっていたんだ。感謝は誠意を持って伝えるべきだと。ただ残念なことに最後は少し急ぎ足になってしまった。今日ある大物から突然宇宙ステーションを訪問したいと申し出があったんだ。あまりにも唐突だったからみんな少し慌てている。しっかり接待しなければミス・ヘルタのイメージを損ねてしまうからな。アスターお嬢様が客人はミス・ヘルタの学術仲間だとおっしゃっていた。彼女と渡り合えるなんて銀河の中でも実力がある人物に違いない。もう時間だ。そろそろ客人が到着する頃だろう。貴様も興味があるならあの人波についていくといい。俺とお嬢様は後から合流する。早い者が勝つ。あの客人って準備してちょうだい。仮説、思想は常に言葉よりも先にある。ならばこの喜びを定義できる言葉はない。お会いできて光栄です、アスターさん。申し訳ありません、予定より4分13秒も早く到着してしまいました。ご迷惑でなければ良いのですが。とんでもありません、スクリューガム様。ようこそ宇宙ステーションヘルタへ。そんなにかしこまる必要はありませんよ、アスターさん。様など使わなくとも結構です。ヘルタは知識が集結する場所。ここでは思想の平等を賛美しましょう。有機生命体の協力は実に奇妙で効率的だ。あなた方が宇宙ステーションを再建するスピードは私の推測よりもはるかに速い。ありがとうございます、スクリューガムさん。よろしければこのまま宇宙ステーションをご案内しましょうか。前回のサミットの後、シリコンベースマトリックスに基づくいくつかの新しい研究プロジェクトを立ち上げたんです。ぜひ案内していただきたいと言いたいところなのですが、ヘルタさんとの約束がありますので、そのサプライズは後で堪能させてください。ミス・ヘルタは彼女のオフィスにいるはずです。どうぞこちらへ、ご案内します。はい、
こちらの方は。こんにちは、レディ。あなたが最近よくヘルタさんの話題に上がっている方ですね。彼女と同じように私もあなたに興味があります。性格と共に生きるというのはどのような感覚なのでしょう。これから先お互いを理解し合い、この疑問の答えを見つける時間があると良いのですが。すまない。本当は貴様を案内しようと思っていたんだが、少し厳しそうだ。ああ、じゃあ俺は先に失礼する。らしいですね。この辺にあるはずなのに。まさかミス・ヘルタの肖像画の中に隠されているとか。おや、僕に何か用ですか。フロントならここを出てまっすぐ行ったところに。待ってください。あなたのことは知っています。さっきアーランさんとお話しされているところを見ました。あなたがミス・ヘルタが注目していると噂の新顔なんでしょう。先に自己紹介をしておきましょう。僕はレオナード、この宇宙ステーションのネットセキュリティエンジニアです。知っているかと思いますが、つい最近ここは反物質レギオンの襲撃に遭いました。あの騒動で各部分のメイン制御システムもダウンしてしまったんです。現在宇宙ステーションは復興の最中。僕の役割は各設備を修復してここのネットセキュリティを復旧させることなのですが、復旧作業の過程で複数の異常が見つかりまして、訪問ログを調べたところ、メイン制御システムがダウンしていた間、レギオン以外の第三者が侵入していたことが分かったんです。見た目に関しては分かりません。正確に言えばこれから調査しようと思っていたところです。僕たちは性格ハンターではないかと疑っています。彼らは危険な集団で神出鬼没、カンパニーが指名手配していることでも有名ですから。中にはパンクロード生まれのスーパーハッカーもいるそうです。情けない話ですが、すでに彼女には一度してやられているんですよね。この前調査の過程で彼女の足取りをつかんだんです。手がかりをたどって相手の動向を探るつもりだったのに、逆に彼女の罠にはまって返り討ちに遭ってしまって、その後どうなったと思いますか。彼女は僕のデバイスをハッキングして、たくさんの人にスパムメッセージを送った挙句、宇宙ステーション全体を相手取ったゲームを開催して、みんなにレオナードという間抜けがやらかしたと言いふらしたんです。はあ、今は事態も収拾していますし、この話はやめましょう。当時は責任を追及されることも覚悟していましたが、ミス・ヘルタは寛大にも調査を続けることを許してくださいました。まさに不幸中の幸いというやつですね。ありがとうございます。まあ僕も予想していなかったんですけどね。本来であれば宇宙ステーションの業務はアスター所長が手配するので、ミス・ヘルタが直々に指示を出すところは初めて見ました。とにかく上長から与えられたチャンスを無下にするわけにはいきません。功績を上げれば名誉挽回できる可能性だってありますし。なので今回は宇宙ステーションの内部から手をつけることにしました。侵入者の移動経路を復元する手がかりを見つけられれば、これまで見逃していたことを発見できるかもしれません。そのために読解プログラムを設計したんです。ほら、カメラのように見えますが、これは探索機なんですよ。これさえあれば隠された痕跡の一部を見ることができるんです。そう、例えばこんな風に。
あと、これは…見てほしいのはそっちじゃありません！信じられない。どうしてこんなものが宇宙ステーションに？いくらスタッフたちに考えがあったとしても、壁に落書きをするとは思えません。ましてや、一滴の汗なんて。これが僕たちの探している怪しい痕跡なのでしょうか？予想していたものとは少し違いますが。少し考える時間をください。あ、わかりました。これは電子落書きですよ。パンクロードのイメージとも一致しています。僕の推測が正しければ、これには何らかの暗号化が施されているはず。もう一度解読すれば、今度こそ本当の痕跡が見えてくるでしょう。それは難しい質問ですね。会話が自然に進みすぎてすっかり忘れていました。その最近はストレスが溜まっていて、無意識に仲間が欲しいと思っていたのかもしれません。それに、もし本当に性格ハンターに関する手がかりを見つけられたら、あなたの役にも立つでしょ。とにかく僕を助けると思って手を貸してください。そんなに時間は取らせませんから。ほら、早く壁の落書きにピントを合わせてみましょう。ここにボイドレンジャーが。ショック解散。蝶と共に散れ、スターレイファントム。天を突く。見ましたか？ここから何か飛び出したと思ったら、ボイドレンジャーが現れました。でも見てください。僕が推測した通り、この落書きは暗号化されていました。解読すれば隠された情報を見ることができます。監視システムに彼女の姿が映っていますね。勤労カンパニーの指名手配写真と相違ありません。何をしているのか見てみましょう。これは転送ビーコン？あ、なるほど。おそらく彼女は侵入した際に反物質レギオンと衝突してしまい、このビーコンを使ってレギオンを別の場所に転送したのでしょう。さっきはうっかりビーコンを起動させて、転送されたレギオンを呼び戻してしまったんですね。いや、驚きました。性格ハンターってこんなことまでできるんですか？ピアツーピアは動力源のサポートを必要としない。つまり計算だけでビーコン転送を実現したということ。だから宇宙ステーションに侵入できたのですね。この能力の高さ、ミスヘルタのオフィスも安全とは言えないかもしれません。ところの話ではありませんよ。なんというか、彼女は現実をプログラムのように自由に編集できるんです。とんでもない話だと思うでしょ。僕もずっとただの絵空事だと思っていました。仮面の愚者以外誰も信じていなかったことですよ。近くに奇妙な信号があります。別の落書きかもしれません。
ほら前にクエスチョンマークまでつけるなんて完全に僕たちをからかっていますね。彼女はベース部分に向かったようです。まあ当然かもしれませんね。道は一本…あれ消えてしまいました。解読したのに途切れ途切れになっていますね。ここでしばらく立ち止まっていたのかもしれません。周囲を探してみましょう。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。随分と余裕がありますね。器物のリストを見ているのでしょうか。この様子だとしばらくの間この部屋に留まっていたようですね。誰かを待っていたのかもしれません。それから何が起きたのかはわからないので他の場所も探してみましょう。こんなところに落書きを残すなんて敵ながらあっぱれですね。まるで彼女とゲームをしているような気分になります。少しずつ点と点がつながっていく。これは聞いた話ですが、パンクロードにはハッカーがハッキングする際故意に何らかの痕跡を残して発見されるのを待つという伝統があるそうです。まるで挑戦状みたいですよね。彼らはそれをパンクロードの精神と呼んでいるそうです。矛を交えるからこそ勝敗があり、勝敗があるからこそ面白い。人生をゲームとみなして楽しくプレイすることが最も重要だそうですよ。そういった考え方は理解できませんが、今の状況から察するにこの落書きも僕たちが追跡できるよう故意に残したのかもしれませんね。この前もあと少しというところまで行ったのに、最後のデータ攻防戦でボロ負けしてしまって。あなたの言う通りですね。もう過去の失敗を引きずるのはやめにします。ありがとうございます。あ、彼女が先に進むようです。早く後を追いましょう。この方向はどうやら仲間と一緒に監視室に行くようです。行こう。偽の身分データはもう登録してある。なるほど。自分が先に侵入して他の仲間が正面から入れるよう手配する、典型的なハッカーの手口ですね。どれどれ、使用した名前はカーニウェル・レオナード。これは僕の名前です。彼女は僕の身分データを盗用したんですよ。このログ定期メンテナンスの時は気づきませんでした。自分の名前だからと無意識のうちに飛ばしてしまったのかも。なんて狡猾なんだ。少し気を抜いただけですよ。普通なら自分の名前を入念に確認したりしないでしょ。ほら、僕に非があるとは思いませんよね。ね、早い者が勝つ。また落書き。一つとして同じ落書きがないなんて本当に芸が細かいですね。この記録は破損しているのかもしれません。彼女、壁を通り抜けて消えてしまいました。
その可能性は低いと思います。ほら、明らかに壁を通り抜ける瞬間が映っているでしょ。待ってください、わかりました。これはおそらく器物の効果です。きっとここにはデフォルトで設定されたフォールドスペースがあって、それを侵入者が見つけて利用したんですよ。通りでずっと器物のリストを見ていたわけだ。このスペースは正確の収容場所につながっているに違いありません。何か覚えていませんか？あなたはそこで正確を体内に入れられたのでしょう。何か言いましたか？それにしても、彼女たちの目的が正確なら、どうしてあなたを置き去りにしたのでしょうか？彼女ほどの実力があれば、ビーコンを一つ増やすだけで、あなたを連れて逃げられたでしょうに。おや、ここには落書きがない。困りましたね。手がかりが途切れてしまいました。どうにも理解できません。彼女は本当に何もせずにここを去ったのでしょうか。遠路はるばるやってきて何も持ち出さないどころか何も残さないなんて、性格ハンターってこんなにスマートなんですか？ああ、いえ、彼女たちはあなたを置いていったんでしたね。その、少し変に聞こえるかもしれませんが、僕が言いたいのは、見知らぬ場所で目を覚ますのはきっと辛いでしょうということです。どうやら彼女たちの目的は単純なものではないようです。はあ、あなたの助けになるような手がかりが見つかるといいのですが、そうでなければただ時間を浪費させたことになってしまいますので申し訳が立ちません。口に出したせいで余計に不安になってきました。僕にもできることを探さないと。ああ、ここに採点銃がある。僕は一体何点を取れるのでしょうか。で、ああ、これを見てください。採点銃の収容場所に奇妙な訪問ログが残っています。時間はちょうどレギオンが侵入した頃ですね。スタッフたちは避難していたはずですから、これは彼女たちが残したログかもしれません。彼女たちは宇宙ステーションを離れたわけではなかった。あなたの体内に性格を入れた後、ここに残って採点銃で遊んでいたとか。もしかして、少し気になることを思い出しました。一緒に反対側の器物収容室に来てください。早い者が勝つ。やっぱり彼女はここに来ています。さっき思い出したのですが、ミス・ヘルタのコレクションの中にパンクロードの精神と呼ばれるゲームカセットがあったんです。うむ、あなたも思い当たる節があるようですね。実はそのカセットは行方不明の器物のリストに入っているんですよ。この2つの出来事は無関係だと思っていたのですが、あのハッカーが性格ハンターとしての任務以外に個人的な目的を持っていたのだとしたら、わかった、わかりましたよ。性格ハンターとしての行動は彼女にとって一種のカモフラージュに過ぎなかったんです。結果から見ると、彼女たちは性格を持っていかなかったのでしょう。彼女が器物のリストを気にしていたのも、任務完了後に宇宙ステーションに留まっていたのも、器物が彼女の目的だったからに違いありません。性格ハンターとしての行動を僕たちが調査する際の目くらましにするなんて、
すごい。さすがはパンクロードの出身といったところでしょうか。ま、ですが一つ気になる点があります。器物はミス・ヘルタが何よりも大切にしているもの。そのため全ての訪問申請は主制御室のコンピューターを介して彼女のオフィスに送られるのですが、以前あるスタッフが申請をせずにミス・ヘルタに秘密で器物の研究をしようとした時はあっけなく彼女に見つかってしまったんです。それはまあ僕よりは大切だと思いますよ。ほらつまらないことを言ってないで主制御室に行ってみましょう。宇宙ステーションのスクリーンを見るとゾクゾクしてしまいます。まずは僕に調べさせてください。なんてことだ、訪問ログだけでなく全ての端末の通信が遮断されています。以前はレギオンの仕業だと思っていたのですが、こういうことは優先順位が低いですから。宇宙ステーションの処理待ちの案件は天に届くほど積み上がっていますし。でも少し変ですね。彼女は端末の通信を一時的に遮断したのにローカルデータには手を触れていないようです。全く理解できません。性格ハンターなのに性格を持っていかない、ハッカーなのにローカルデータを消さない。おや、ここに外部インターフェースがありますね。念のために調べてみましょうか。大丈夫、僕こういうの得意なんですよ。このプロトコルを見てください。言った通りでしょ、あのハッカーが残したローカルデータにはやっぱり何か仕込まれていた。今なら器物の出し入れ記録を調べられ、あれおかしいですね。この器物宇宙ステーションから持ち出されていないみたいです。結論から言えばそうなりますね。記録によるとこの器物はミス・ヘルタのオフィスに持ち込まれた後に消えてしまったとしか。ああ、混乱してきました。銀狼は何がしたかったのでしょう。まさかこの落書きは本当に僕たちをからかうためのもの。ああ、いけない、こんな風に考えたら負けですね。たとえ最後の手がかりしか残っていなくても調査を続けなければ。さもないと僕の首が飛びかねません。絶対にダメ。もう一度だけ言うけど、ルアン・メイがあなたに何を吹き込んだかなんてどうでもいいの。模擬宇宙を閉鎖するってありえないから。ヘルタさん、これは私が決めたことなのです。質問、このプロジェクトに我々がつぎ込んだものは、何百というシステム時間と惑星一つ分の資源、そして宇宙の最先端技術です。そこまでして我々は何を得たのでしょうか。未知、疑惑、
数えきれないほどのエラーです。当初我々はアイオーンが行動する縮小世界を垣間見ることはできないかと考え、模擬宇宙を定義しました。しかし今の模擬宇宙のあり方はその目標から逸脱しているではありませんか。模擬宇宙にはエラーが必要。あなたが言ったことじゃない。現状の模擬宇宙はあなたの言葉と完全に一致してる。何が不満なの？私は知識の本流を評価していますが、模擬宇宙が永遠に処理待ちの契約書になっている状態を認めることはできません。ヘルタさん、考えてみてください。このプロジェクトはどれだけの喜びをあなたにもたらしましたか。そしてどれだけあなたを失望させましたか。模擬宇宙は私を失望させたことなんてない。私を失望させているのはあなたでしょ。自分が偉いとでも思ってるの？今のあなたはまるでグロークラブの一員みたい。ヘルタさん、私はあなたに疑問を抱いているわけでもなければ、あなたが模擬宇宙のためにしてきた努力を否定するつもりもありません。ただ知識やインスピレーションが自由に育つ空間を与えたいだけなのです。もういい。やりたくないならやめればいい。自分で残りの二人に話をつけてきて。ああ、あなたの技術も一緒に持って行ってね。別に惜しいものじゃないから。私はエイドリアン・テイラーやイプシロンの赤鼻の老人を探すことにする。博識学会に声をかけたっていい。少なくとも彼らは途中で投げ出したりしない。スクリューガム、私たちは知り合って長いけど、あなたのことを初めて冷たい鉄だと思った。申し訳ありません。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。事の発端は私が一方的に学術協力を打ち切りたいと申し出たのです。誤解しないでください。私は彼女やプロジェクトに異論があるわけではありません。模擬宇宙は偉大な実験であり、ヘルタさんは紛れもない天才です。しかしながら長期にわたる研究の過程で意見が食い違うことが増えましてね。意見の相違は往々にして偏執を生み、知識形成の妨げになることもある。諸子を離れてしまった協力関係ならやめるべきでしょう。感情面ではヘルタさんを信じたいと思っていますが、客観的に考えるとこの関係は終わらせなければならないのです。彼女の精神状態が心配ですか。ご心労をおかけせずに済んだようで何よりです。有機生命体の感情は潮の満ち引きのようなもの。それを見極められなかった私が悪いのです。しばらく彼女を一人にしておきましょう。感情の波が落ち着けば今後の話し合いもスムーズに進むでしょうから。あなたは模擬宇宙に用があってここに来たのですよね。それでしたら私でも助けになれると思います。なるほど。検索、密林の奥のかがり火、星々を指す孤独な石鹸、パンクロードの精神。友よ、それは普通の器物ではありません。それはとある巡回レンジャーが宇宙に向けて書いたラブレターです。あなたはパンクロードについてどのくらい知っていますか。パンクロードはデータとテキストで構成された星。そこでは現実と幻想の境界が
昼夜のように曖昧になっています。そしてバンクロードのハッカーたちが現実を編集するためのチップ、エーテルカセットには彼らの世界を認識し、それを書き換える方法が記録されているのです。エーテルカセットはハッカーの生命の記録であり、存在の証明でもある。この宇宙ステーションに収容されているカセットは、伝説と謳われた人物のものでした。とある起源によって巡回レンジャーとなった彼は、長い年月をかけて広い宇宙を縦横無尽に駆け巡り、多くの奇人や奇妙な出来事を目の当たりにしました。その中にはカンパニーや博識学会が記録していない内容も含まれています。だからこそそれは模擬宇宙の膨大な演算資料の一部となっているのです。心配は無用です、友よ。このカセットは宇宙ステーションを離れたりしていません。先ほども少し触れましたが、模擬宇宙にとってあれは重要な参考資料。そのため中のデータは抽出され、宇宙モデルの演算に組み込まれています。おそらくですが、これはヘルタさんが気まぐれに決めたことなのでしょう。誰にも知らせなかったためにカセットは行方不明のリストに加えられてしまったのです。あなたの心配もわかります。相手がヘルタさんのオフィスに侵入しようとしたのなら、まず間違いなく模擬宇宙が次のターゲットでしょう。ですので、あなたさえよろしければ、私も今回の調査に少しばかり貢献させてください。ご存知のように、模擬宇宙は一時的に閉鎖される予定です。私とヘルタさんが明確な結論を導き出すまで、その閉鎖は続き、再起動されることはありません。そう、今がカセットのデータを調べる最後のチャンスなのです。私は模擬宇宙における自身の得意性を生かして、あなた方にできる限りのサポートを提供しましょう。これは模擬宇宙を一方的に閉鎖することに対する謝罪の意でもあります。以上が私の提案です。どうかご検討ください。準備はいいですか？はい、行きましょう。今回は通常とは異なる方法であなたを模擬宇宙に送り込むので、いつもとは違う感覚がするかもしれません。これにより我々は模擬宇宙の膨大なデータの中から素早くカセットの位置を特定することができます。このデータリンクから始めましょう。意識を潜らせる準備をしてください。大丈夫ですか？現在あなたはエーテルカセットがあるデータリンクの中にいます。周囲を確認して何か発見があれば教えてください。ハッカーですか？うん、結論、それは模擬宇宙の記録から生成されたホログラフィー。そこでは全ての変数が保存されているのです。もちろん部外者の足跡も例外ではありません。あなた方の言う通り、敵は模擬宇宙の深部まで入り込み、エーテルカセットがあるデータリンクの目前まで迫っていた。我々が見ているのはその時の映像でしょう。その場から動かないでください。
この記録を利用できないか試してみましょう。ちょっと、あなた、どうしてずっとこっちを見てるの？模擬宇宙のフローを進めたのですよ。これは過去の記録。彼女はあなたに話しかけているわけではありません。彼女の言葉を遮らないよう耳を傾けてみてください。もしかしたら何らかの収穫を得られるかもしれません。まず恋焦がれてるわけじゃない。あのカセットはパンクロードの教科書と大差ない。そんな誰でも知っているものに興味なんてない。次に、あれはゲームのレーザーディスクじゃない。あれはエーテルカセット。ハッカーの第二の目、第二の脳、第二の心臓みたいなもの。今の説明で理解できた？そのカセットがあれば、彼が映画の試写会で食べた4粒目のミックスポップコーンの味までわかる。それくらいすごいものなの。最後にもう一度言っておくけど、私はカセットに恋焦がれてるわけじゃない。こうして長々と話してるのはカセットの凄さを説明するため。わかった、カフカ。じゃあ先に進もう。少し急いだ方がいい。ここはさっきまでいた宇宙ステーションと違って正真正銘天才クラブのテリトリーだから。今の会話から察するに、模擬宇宙に侵入したのは2人だったようですね。ハッカーと彼女の仲間。実に興味深い。次は何が起こるのか確かめてみましょう。あなたを同行者の視点に組み込みました。この状態なら彼女もあなたの行動に反応を示すでしょう。ガツンと来るやつで行こう。亡者再臨。諸悪退散。よし、 100% 弱点撃破。ガツンと来るやつで行こう。諸悪退散。一心同期。蝶と共に散れ、スターレインファントム。へえ、分かれ道？大したことないけど。どっちか選んでみる？あなたの好きな直感とやらで。おしゃべりな同行者というのも面白いではありませんか。ぶっぶー、正解は右側でした。まずい、これはおとりの信号だった。ヘルタのやつ、こんなものを模擬宇宙に設置するなんて、自分が資料を探すときに面倒だと思わないわけ？まあいいや、これは私の計算ミス。セクターを変えて試してみよう。うん、彼女は正しい道を進んでいます。ただまだ道の途中にいるだけ。しばらくすれば彼女もそのことに気がつくでしょう。縁あって一度だけ会ったことがあるんですよ。性格ハンター銀狼、彼女とは過去に一戦を交えたことがあるのです。その場にはヘルタさんもいましたので、彼女から何か聞いているかもしれませんね。あれは勝負というより敵情視察に近かったと記憶しています。彼女が攻め、私は守り、勝負がつかないまま双方とも相手の出方を伺っていた。彼女は海鎖機関球の防御を突破できず、私も彼女が立ち去るのを止められなかった。
今日このような形で再会するとは思ってもみませんでした。前回の戦いの続きがもうすぐ始まるでしょう。なんだ、やっぱりこの道が正しかった。ヘルタのやつ心理戦なんかするんだ。どうやら先に進むことができそうですね。うわ、また宇宙ステーションに戻ってきた。それにこれって謎解き？スキップしちゃおう。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。諸悪退散。次。ガツンと来るやつで行こう。諸悪退散。やっと終点に到着。ふん、こんなところにミニヘルタがいる。もしかしなくてもヘルタってナルシスト？宇宙ステーションの至る所に彼女がいる。肖像画、彫刻、それに大量の投影まで。彼女の顔にヒゲでも描いてあげようかと思ったのに落書きができない。変なの、宇宙ステーションの防御はペラペラなのに、どうして彼女の写真だけ厳重に管理されてるわけ？エレベーターホールの肖像画のことでしょうね。ヘルタさんから暗号化ツールの設計を依頼されたことがあったので、きっとそれが使われているのでしょう。はい、エーテルカセットは次の部屋にあります。我々の追跡もそろそろ終わりそうですね。ええ、今回の追跡を始めた時からこの違和感はつきまとっていました。彼女は確かに性格のためにやってきましたが、器物に対して強い関心を示していた。そして我々がエーテルカセットの存在に気づいた後、彼女はタイミングよく模擬宇宙の中に現れた。我々が彼女を追跡しているのではなく、彼女が我々の進路に現れているかのようだ。とある話を思い出しました。パンクロードにおいて落書きは特別なシンボルだと言われているそうです。彼らは現実を壮大なゲームとみなし、生命のクリアを追い求めているのだと。勝負のために、あるいは喜びのために、彼らは訪れた場所に自分の印を残していく。一つ一つの図案が長い旅をつなぎ合わせ、生命のゲームを作り上げるのです。今の状況と似ていると思いませんか？彼女が工夫を凝らしているのも、我々と子供じみたゲームをするためかもしれません。最後まで彼女に付き合ってあげましょう。ガツンと来るやつで行こう。蝶と共に散れ、スターレインファントム。
亡者再臨。はぁ、はっ、諸悪退散。ふん、2倍速ってこんなもん。次、蝶と共に散れ、スターレインファントム。ご覧ください、ついに見つけました。エーテルカセットは無傷でここに存在しています。それはもちろん、この状況にそぐわない第三者がいるからでしょうね。私たちが見ている銀狼が過去の映像だとすると、彼女はここにたどり着けなかったはずです。そうでなければカセットが無事であるはずがありません。つまり仮説と事実が矛盾しているということです。私が思うに、彼女はヘルタさんのオフィスに侵入したものの、長く留まったりはしなかったのでしょう。模擬宇宙の膨大なデータが相手では、どれほど優秀なハッカーであっても短時間でターゲットを見つけることは不可能。ただし優秀なガイドがいる場合を除いて。まずはこの人に何が起きたか説明した方がいいと思うけど、彼女の頭の上にハテナマークがたくさん浮かんでる。いいですか、結論はあなたの目の前にある。よく観察してみてください。今日は時間がたっぷりありますので、あなたの質問には何でも答えましょう。ご明察。あなたの目の前にいるのが本日の主役です。彼女はオフィスにバックドアを残していたのでしょう。そしてあなたが模擬宇宙に入ったと同時にハッキングを行い、何らかの方法で我々に同行した。優れた役者だと言わざるを得ませんね。虚構の中に真実を紛れ込ませる手法は昔から最も効果的であるとされています。落書きはデータの双方向通信路のようなものだと思ってください。あなた方は彼女の残した痕跡をたどることができる。そして彼女は落書きの消失であなた方の進路を監視できるというわけです。おそらく宇宙ステーションに侵入した時にはすでに今回の計画を練っていたのでしょう。落書きを配置したのも、バックドアを残したのも、チャンスが訪れるのを待つためだったのです。申し訳ありません。ヘルタさんから事前にいかなる情報を漏らすことも禁じられていたもので、彼女は言っていました。この計画で重要なのは知恵ではなく無知なのだと。しかし私が思うに最も重要なのは執念と誠実さでしょう。レオナードさんの一挙手一投足が相手を引きつけたことは間違いありません。それで、こたびの模擬宇宙の旅はご満足いただけましたか、ミス銀狼。ふーん、あなたとっくに気づいてたんだ。やっぱりあなたを欺くのは簡単じゃないみたい。道中のつまらないおしゃべりもどうせ私に聞かせるためだったんでしょ。再びあなたと渡り合えたこと、とても光栄に思います。ヘルタさんはこのカセットで銀河の大物を釣り上げられると言っていましたが、彼女の判断は常に的確ですね。つまりなんちゃら宇宙を閉鎖するのも、ヘルタと口喧嘩したのも、私を懲らしめるための演技だったってこと？どう受け取るかはあなた次第です。ただ私とヘルタさんは率直にものを言うたちですし、
あの程度の意見交換は日常茶飯事ですから、あれを演技と言い切ってしまうのは少し不適切かもしれません。ミス銀狼は才能あるハッカー。彼女は全てを計算して変数に対する備えを残しておいたのです。おそらく彼女の計画の中に現れた唯一の変数は、私が突然この宇宙ステーションを訪問するという情報、そしてそれとともに訪れた模擬宇宙が閉鎖されるという訃報なのでしょう。これでは彼女の計画が台無しになってしまいます。これで今回の事件の全貌が明らかになりました。全貌？違う。あなたは一番大事なところを誤解してる。私は冒険せざるを得なかったんじゃなくて、自分から望んで冒険したの。スクリューガム、あなたが現れた瞬間、私がどれだけ興奮したかわかる？互角に戦ったライバル、こんなにワクワクするのは久しぶりだった。レギオンは原始人だし、カンパニーも物足りない。クラブだけが私を楽しませてくれる。現実はゲームに過ぎないのに、楽しくなかったら意味がないでしょ。二人の天才が手を取り合って私に招待状と挑戦状をくれた。断るわけにはいかない。あなたなら断れる？あなたは逃げ切れると確信しているのですね。その通り。ちなみにこれも一緒に持っていく予定。ほう、複製品ですか。会話の最中にコピーしたのですか。そうじゃなきゃこんなに長ったらしい話をすると思う？時間を稼ごうとしていたのはあなただけじゃないってこと。今頃ヘルタは私が侵入した経路を逆ハッキングしているはず。あなたはここに残って私を抑える役割を担っている。まるで前回の対決の再演みたいに。ワクワクする。今回はどうやって私を止めるつもり？模擬宇宙をブラックボックスにしてみる？カンパニーと協力して銀河中に包囲網を敷く？スクリューガム、今度こそあなたの本気を見せてくれる？決着がつかなかった勝負がついに歴史になる。今日の勝者は一人だけ。お願いだから私を楽しませて。申し訳ありませんが、ミス銀狼、あなたが期待しているようなことは起こりません。どうぞすぐにでもここから立ち去ってください。はあ？立ち去る？どうして？私を捕まえて鎖につなげて遠いルケーチに放り出すんじゃないの？面白い想像ですね。しかしあなたと宇宙ステーションの恩習は私とは無関係です。論理、私があなたを止めることはありません。じゃあこのカセットを持っていっちゃうけど。それは単なるコピーに過ぎません。訂正、あなたが手にしているものだけでなく、ここに保存されているものもコピーです。本物の器物は計画の初期段階に他の場所に移しました。結論、そのデータは自由に共有していただいて問題ありません。また宇宙ステーションを攻撃しちゃうかも。私には関係のないことです。しかし、きっとあなたを阻止する人が現れるでしょう。じゃあ、私が今ここで模擬宇宙を破壊したら？こう言っては失礼ですが、あなたにはできないでしょう。エーテル編集も万能ではありませんので、宇宙を破壊するのは不可能です。何これ、あなたたちわざわざ罠を仕掛けておいて本当に何もしないつもり？はい、これであなたが一生懸命準備したゲームはあと一歩というところで台無しになった。そうでしょ。プレイする面白みがなければ
ゲームに意味はありません。銀狼、あなたの要求は分かっています。カンパニーの枷ではあなたを拘束することはできない。そしてあなたにとっては監獄すらゲームのステージに過ぎません。あなたの要求には屈しない。これが私とヘルタさんが至った共通認識です。本当につまらない。しかしヘルタさんはそれでは甘すぎると考え、少し工程を増やしたようです。例えば今この瞬間、彼女は逆ハッキングを行い、あなたが所有する青函ネットワークのアカウントを特定しました。計76個。すごい数ですね。これらのアカウントをカンパニーに凍結してもらうのはどうでしょう。もちろん連携しているゲームのデータも一緒に。何を言ってるの？ちょっと待って。退出してしまいました。せっかちな方ですね。子供にとってのゲームは楽しいもの、しかし大人にとっては楽しいだけでなく、問題を解決する手段としても使えるのですよ。さあ我々もここを離れましょう。完全勝利。どう？お子ちゃま、これで私の凄さが分かったでしょ？もちろん。宇宙ステーションのことはどうでもいいけど、私に喧嘩を売る人には100倍にして返さないと。もうカンパニーにあいつのアカウントを全部凍結してもらったんだ。あの小娘、今頃パソコンを抱えて泣いてるかもね。ありがとうございました。今回の勝利はあなたとレオナードさんがいなければ実現しなかったでしょう。今回の件について他に質問はありますか？彼女のターゲットは一貫してエーテルカセットでした。ただその過程で私とヘルタさんに勝ちたいという思いが生まれたのでしょう。複雑な謎解きも一見無駄に思える配置も彼女にとってはゲームの一環なのでしょうね。銀狼が残したバックドアのことでしたら、オフィスの中にある一つを除いて全て削除されました。ご安心ください。宇宙ステーションはそれほど脆弱ではありません。宇宙大戦争も今回の件もヘルタさんの計画のうちなのです。どうぞ何でも聞いてください。もちろんそんなことはしませんよ。私とヘルタさんは研鑽の方向性こそ異なりますが、模擬宇宙が我々の共通したテーマであることは紛れもない事実ですから、しばらくは宇宙ステーションに滞在し、新しい宇宙の分岐がどのような驚きをもたらすのか間近で見ていようと思います。その答えは一つだけではありません。宇宙は人によって全く異なる意味を持っているのです。感情が交錯する有機生命体にとっては、季節が移ろう中の落ち葉、あるいは時間によって刻まれた体のシワかもしれません。本能に従うスウォームにとっては、複眼に映る新鮮な肉、あるいは髄を味わいたいという興奮と渇望かもしれません。そして私にとっては、テキストになってもなお人の心を揺さぶる情景、あなた方が感情と呼ぶ偉大なるものなのです。
ああ、それから宇宙の存在意義の答えは二桁の数字に過ぎないという説も聞いたことがありますね。レアのガトルステーキ、カリア工房の塩蒸し焼き、ヘルマン成分調整牛乳、そしてとある少年が用意してくれたチャーハンの予定です。私が必要とするのはエネルギーのみ、そしてその摂取方法はあなた方と同じです。効率のために食の楽しみを放棄するつもりはありません。もちろん多少の潤滑剤は必要ですが。我々の終点は異なるかもしれませんが、それでも無数のレールが交わることはあるでしょう。知識を求めることこそ開拓における最良の助けとなるのです。ミス・ヘルタが僕に調査を続けるように言ったのはヘビをおびき出すためだったんですか。彼女は最初から宇宙ステーションにハッカーが残した罠があることを知っていたんですね。実はさっきミス・ヘルタからいいんじゃないと言われたんです。想像できますか？ミス・ヘルタに認められるなんて一生の思い出になることですよ。これで首を心配する必要もなくなりました。これで事件も一段落しました。さあ最後のバックドアを閉めましょう。はあ、なくなった。全部本当に一つも残ってない。ひどい、ひどすぎる。もう泣きわめいたりしないの。小さな子供じゃないんだから。泣きわめいたりなんかしてない。はいはい、それでこれからどうするの？近くのカンパニーの支部をハッキングしてアカウントを取り返す。うわ、一つ二つなら簡単だけど、今回は数が多すぎる。ほぼ全部やられたから支部じゃダメ。ピアポイントに行かないと。そこはカンパニーの本部よ。君一人で行くつもり？そうだけど。何？一緒に行きたいの？それは無理ね。忘れた？エリオの次の脚本には私が登場するの。ああ、そうだった。あの脚本は私には向いてない。そっちは頑張って。君もピアポイントで楽しめるといいわね。安心して、もう考えがあるの。見て、2km 離れたところに白雲レストランがある。建築材料物流部のアルバイトが入ったばかりだから、まずは彼らとお友達になろうと思って。もう動き始めるの？まずは恋焦がれたカセットを堪能すると思ってたのに。言ったでしょ、別に恋焦がれてるわけじゃないって。それにプレイしながら向かえばいい。
ゲームは遊ぶためにある。それだけ。